お疲れ様です。それでは今日も裏プロの麻雀見せていきますよ。4人麻雀じゃん、自由対戦ランダム GO でございます。さあ今日の対戦相手には女性がいますね。はい、3層がドラということは私の最も得意とするドラじゃないですか。これは9万から打っていって神チャニー3層の統一を意識しますね。でこういった形迷う方がいるかもしれませんけども全然迷いません。この形はピンズを確定させてピンズウーピンが伸びるようなら1通を狙っていく形ですね。はい、これで1通が狙えるようになりました。でウーソーを下に伸ばす形も取れるんですけども今回はこのような形にしておきます。チーソーをですねもうすでに統一にする構えですね。これはもう1通以外はこの辺にもう色を残さないようにしておきます。はい、おかげさまで1通の目処がつきました。サブローマン引くならばこのまんまリーチでも構わないと思いますし、それからね肝心なのはね3増引いた場合ですよ。3増引いた場合は改めて3増を軸にメンツを作っていこうかと思いますね。はい、じゃあこれはもうチーしましょうかね。これで決定してサブローマンで、はい、もう終盤ですからね絡め取っていきましょう。あら残念でした。はい、私の初がねこの上がりを誘発させたかなってとこですね。はい、まあいいでしょう。はい、急走がどこにいるんでしょうか。この形は想像真ん中から上に寄せていくところかなと思いますね。ちょっと自敗が全然出てないところで切るのはちょっとね恐縮なんですけども仕方がないですね。はい、あとは泣き手が入ってきたかなというところです。これは統一を固定させて急走を手拍子で切らないようにしていかないといけないですね。はい、急走急走と頭で意識しながら、これ缶を喜んでする人はいないと思いますよ。はい、じゃあこのようにサブローマンで固定して4がね何の4かというと、あ、失礼しました。52か、ちょっと痛いですねこれはね。あの一色をねちょっと意識してないところで打っちゃったんでね痛かったですね。それにしても早いな。これは下の3色に寄せていく形からまずパーマン切りで 2,3,4 を目指していくところかなと思います。おっと第1弦でここでねチュンとかポンと切ったら今度すごく動きにくくなるんでね、チュンは抑え、あ、もう初何切ってんだよこいつで、チュン切ってやるよもうもう何やってんだよ本当にね。第1弦を意識したあたりからちょっとね危ないかなと思わないといけないですよね。で霜が第1弾にドラを切ってるでしょ。こういったところもなんか目線の隅に押さえておきたいですね。でピンズが安くなりそうなんで想像今回は切っておきましょうか。でイースーピンでカンパーピンっていうのがすごくいい街になるかなっていうところですね。急走はドラなん、あ、急走さっきのドラか、両ピンがドラでしたね。うん、ちょっとイースーピンがポンと入ってどうこうってことにはなりそうにないですね。はい、残念でした。ローピンなら泣きましょう。あー、ちょっとこれはもう遅いですね。はい、じゃあテンパイ仕切らんかもしれんです、これは。あー、これね、泣いてもしょうがないですもんね。はい、終わり。ちょっとあんまりいいとこなかったですね。うん、あっという間にトンラスになりました。ピンズに寄せていきたいところですけども、ドラがなんてことを考えたらそれはいい方法かもしれません。で第1弦になりましたんでこれはちょっと想像を切り飛ばしていく形ですね。だいたいね何か厄配を泣いた時って一色を外に出すんですよ。で、残りの2色と自敗でやっていくようにすると次につながるらしいですね。あー、なんかドイツだったか。あ、この人なんでちゃんと行かなかったんだろう。9番切っちゃってるもんね。もったいないですね。はい、じゃあこれはちょっとね白を中心に進めていって、あー、もうこれはね9ピンが来た時にローピンが使えないでしょ。だからもうローピンあっさり切っちゃっていいと思いますよ。でこれ一色をね外に出したいんですけどもね、想像出しましょうか外へ。あ、でももうチュンも初も使えそうにないですね。これトイトイに行きましょうか。あ、これはいいですね。でも初が潰れてんじゃないのこれ。潰れてないか。あ、いいですねこれ。なんとなく良くなりました。3ピン残したのも結構センスがいいかなってとこですね。はい、上がり。
これはそんなに難しくなかったですね。トイトイが最初から見えてましたから。はい、相変わらずドラに好かれない形です。これはちょっとね、トイツテと789の3色はあんまりこだわりすぎると上がりを逃しますんで、そんなに気にしなくていいのかな。あ、これは気にした方がいいですね、この辺から。あとカンパーマンがどうかなってとこなんで、こういう風に決め打っておきましょう。で、トイツは E1 とか自敗の方で作れればいいかなと思ってるんですけども、これはチャンタにも伸びていきましたね。まあ、これ4万切っときましょうか。9万、まあ、場合によってはポーンしてもいいと思います。はい、場合によりました。パーマンが地位できれば言うことないんですけども、これね、9万のポーンは焦ってするべきじゃないんですけども、9万ここに1枚見えてますからね。で、これはリャンマンが狙えるんで、こういう形を取りましょうか。で、しかも E1 が取りつってもほら使えていけるでしょ、これはパーマンじゃなくても泣いてよかったと思います。はい、じゃあ何の2局で追えばんすか。ピンズを中心に使っていける形になりそうなんで、これはマンズをとりあえず外に出しておきましょうか。はい、あ、これは自敗が集まってきましたね。うん、これはもうこういうの切って、あの一色手がバレるぐらいでいいですね、こういうのは。これは何が使えるんで、これでいきましょうか。この地位はないですね、さすがに。3品とかだったらね、チーしたいところですけどもね。じゃあこれで1色にこだわる必要がなくなったんで、チーピンを切っていきます。はい、でここでちょっとこうね、トイトイの目も出てきたんで、こんな感じ。あ、もういいですね、もう天秤はかけなくていいです。はい、シャアがありがたいことに泣けました。でこれでサブローピンでいいですかね。ああ、ちょっと痛いですねこれね。まさかね、E ピン出してくる人がいるとはね。で、これでサブローピンが出ないっていうのが不思議ですよ。ポンして、ウーピン切ったら数ピン積もってたってことか。いや、意外でした。はい。これも、一色手に、マンズのね、見えそうなんですけども、急走あたりが、パスソーか、パスソーがドラですからね。もうドラ切ってきてる。これだから、統一手に寄せていくのもいいかなってとこですか。あ、ちょっと痛いですね、これね。E ピンに合わせていったつもりだったんですけども、はい、これはパーマン切っていきましょうか。これはね、ちょっと消極的に統一手を狙いながらちょっとこう見ていくパターンじゃないですか。何がいらないのか。9ピンもいらなくなりましたね。はい、だん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 狭まってきましたよ。これは3ピンでいいか。はい、ちょっと統一を2つロスっちゃいましたんで、統一でもあんまり深追いしない方がいいかなってところですね。で、ここでウーソを合わせて、で、マンズも切っちゃいましょうか。ウーソね。なかなか面白い形になりましたね。これはね、ペイを切って、チューンを。まあ、トンが出てきたの、すごいね。なんでトン切っちゃったんだろう。26オールか。はい、まだまだ十分チャンスはありますね。またあの霜が2ピンから切ってきてますね。これはちょっと焦っていかないといけないかな。はい、ペイを泣いて畳んでいきましょう。で、一応ね、ハツとかシャーっていうのは親の現物なんで、手を狭めてもいいんで、こう牌の残し方をちょっと配慮していかないといけないかなってことですね。もうシャワー切ってもいいですね。ああ、よかったですね。安牌山ほどあるんで、しばらくは安牌を切りながら、2ピンね。多分親はね、そんな大した手じゃないと思うんですよ。まあ、これで色気を出していきたいということですけども、2ズを切っておきましょうか。ハツも切っちゃいましょうか、もうこうなったら。安牌は結構あるんでね。あ、すごい。つま上がりが多いんですよね、下の方。おお、26オールか。なかなかの手ですね。ちょっとここで一上がりしないと追いつけなくなってきたかもしれません。ということで、ここは、
スピードも見ていかないといけないですね。もう連チャンが過ぎるんで、これ何かの色に寄せていくってことはあまり考えない方がいいかなと。ただ幸い両方自敗が泣けるんで、まあ、これでもうどんな手でもいいですね。関連ピンはもう取れないですね、これはね。E ピンは問い釣らない限り役に立ちません。ウッパーマンはチーです。あ、ポンでもいいですね、これで。で、これで E ピン切って、テンパイのサインが他者に対して出ます。で、親の現物待ちなんで、あ、痛い。痛いけどもしょうがない。ね、しょうがないの、これはね。はい、ありがとうございました。なんとかこれで親番が流れて、オーラスに突入と。で、私はといえば、直撃以外ではもうね、2着を狙っていいのかなというところですね。はい、これはパーピンのくっつきを狙ってこういう残し方をします。リャンマンが泣けるとねいいんですけどね。はい、これは泣いておきましょうか。で、これで白とかチュン切ると他者が楽になるんですよね。 E1 切っときます。はい、あ、ちょっとこれは痛いですね。まあでも E1 を切ったからのリャンマンでだと思いますんで、はい、じゃあこれはポンしておきましょうか。そうすると今通ったばかりの白で待つことができます。うん、これウッパーマンになりそうですね。まあ切っときましょうか。あ、チュンマチでもよかったかもね。あ、ドラドラでもよかったんだ。はい、ちょっと消極的が過ぎましたかね。これはこれはチーして、でさらにチーワマチっていうね、漫画の読みすぎってやつですよ、これは。あ、なんだよこの白、おちょくりやがって、本当にもう。はい、じゃあ T1 切りましょうか。はい、ありがとうございます。シャボなんだ。はい、ありがとうございました。まあまあトップは取れなかったんですけども、硬い打ち回しだったかなと思います。それでは。